名鉄地流駅エムズシティ地流ザタワーは愛知県地流市坂一丁目の高層マンション。愛称は公募により、駅ス地流名鉄名古屋本線、三河線地流駅から北に徒歩約1分の場所にある。地上21階、地下1階建て。最長部は地上約70メートルであり、地流市で最も高い建築物となる予定である。1階と2階が店舗であり、 4階から21階が分譲住宅である。2016年8月に着工し、2018年10月に完成、2019年1月に入居開始をした。名鉄地流駅は地流市の中心駅であり、名古屋本線と三河線が接続する交通の美の良い場所である。しかし、地流駅は地上駅であることから慢性的な渋滞が発生しており、 駅周辺の土地区画整理事業も遅れていた。名鉄は2000年度から地流駅付近連続立体交差事業に着手した日から2023年度予定。地流駅を3階建ての公開期とする予定である。これに合わせて地流市などは1999年度から地流駅周辺土地区画整理事業を行いたから2026年度予定。 地流駅前広場の7200平方メートルへの、拡張2300平方メートルの駅前公園の、設置6200平方メートルの掘り切り公園の、設置福音約30メートルの南北の道路の建設などを計画した。区画整理事業と一体的に行われる市街地再開発事業の住居部分として、市街地再開発組合などは2013年度から、 地流駅北地区第一種市街地再開発事業度2019年度予定に着手し、その核としてエムズシティ地流ザタワーが建設される。地流駅北地区第一種市街地再開発事業では、住宅棟であるザタワーの他に6階建ての駐車場棟、2階建ての独立店舗棟が建設された。ありがとうございます。